これで父さんに頼まれてた買い物は全部かな。時間できたし、メイコさんのカフェにでも。ん？あそこ人が集まってるみたいだけど、何かやってるのかな。あ、結婚式があるんだ。通りに面してるし、花嫁さんが見られるかも。これじゃあさすがに踊れないですね。座って休んでいてください。どうすっかな。誰か代わりに踊れるやつがいりゃいいんだが。アキト？こんなところで何やってるわけ？その声は。あんこ、お前には関係ねえだろ。今くっちゃべってる時間は。いや、使えるな。衣装が一人分余ってたはずだ。え？何言ってんの？よし、説明は後でする。まずは着替えてこい。5分以内にだ。で、何この格好。これから結婚式でショーみたいなもんをやるんだが、ダンスチームの一人が怪我しちまったんだ。お前なら代わりに踊れるだろ。本番度胸もあるしな。え、私にそのショーに出ろってこと？さすがに無茶ぶりすぎない？っていうか、なんでこんなことをやってるわけ？俺も巻き込まれた側なんだよ。まあその辺はあいつに聞け。東野と上白先輩？どういう組み合わせ？いやあ白石君、代役で入ってくれるんだってね。さっき他のキャストから聞いたよ。ありがとう。ああ、今日は少々風紀を乱しても許してほしいな。グレー校の日だからね。まあ少しなら。さあ皆さん、間もなく本番です。今日この少ない時間の中で皆さんは十分なパフォーマンスを身につけました。あとはこの晴れの日を盛大に祝いましょう。なんかよくわかんないけど楽しそうだし、ここは一肌脱いじゃおうかな。お前のノリの良さもこういう時ありがてえな。んじゃあ時間もねえし、最初の振りから練習するぞ。もうすぐ俺たちの出番だ。いつものイベントとは違う緊張感だな。参列者もかなりの数だ。今日のためにわざわざ遠方から足を運んできてるんだろう。もしも失敗したら。大丈夫さ、青柳くん、きっとできる。迷った時は僕の指導を思い出してくれたら嬉しいな。上白先輩、僕はね、どんなショーでもある一つのことだけは共通していると思うんだ。つまり楽しんだものが勝ちということさ。はい。それじゃあ、行くよ。その先生、待ってください。誓いの言葉を告げる前に、もう一度俺たちにチャンスをください。いやいや、なんでここでドリブル？確かにめちゃくちゃうまいけど。
バラの花束に見えるけど。そうか。あ、もしかしてあれって神父が好きなことができる人たちを集めたってこと？じゃあトーヤは？どういう気持ちで演じればいいのかわからない。はい、芝居をしたことがないので感覚がわからなくて。そうだね。じゃあ今、君の目の前に君の一番欲しいものがあるとしよう。しかし、それは今まさに名も知らぬ誰かに奪われようとしている。君が手に入れるための方法はただ一つ。君の歌で勝ち取るんだ。俺の歌で勝ち取る？少し分かった気がします。それはよかった。それじゃあ、思う存分歌ってきてくれたまえ。俺は、俺のすべてを込めて、あなたのために歌います。どうか、弾いてください。さすが、トーヤ！ま、当然の反応だな。これからも、あなたのために歌い続けます。だからどうか、俺の手を取ってください。よし、ダンスチーム、そろそろ出番が。ん？あれは、そうだ。東雲くん、白石くん、プランを少し変更する。客席だけじゃなく、通行人を巻き込むんだ。今ならみんな乗ってくれるはずだ。あ、さすがにそれは無茶じゃん。いいじゃん、いいじゃん。せっかくやるなら、みんなで盛り上がった方がいいもんね。行くよ、アキト。おい、しょうがねえな。いい感じだ。あとは、レン君にアイデアをもらったあれよ。みんな、いい笑顔ですね、上白先輩。